ワルテル・オルランド・アジョビ・コロソは、エクアドル・エスメラルダス出身のサッカー選手。元エクアドル代表。ポジションは DF。ロカフエルテ・ FC の下部組織出身で、CS ・エメレクで頭角を表した。2002年1月23日に、バルセロナ・ SC に移籍。ドイツ分でスリーガのアルミニア・ビーレフェルトや1、FSV ・マインツレーゴからの興味も報じられていたが、欧州移籍することはなく、 あるアスル FC に期限付き移籍したのみで2006年までバルセロナ SC に在籍した。2009年1月7日にリーガ MX の CF モンテレーが彼の獲得に動いていると報じられ、直後にレンタル移籍の形で加入し、2月6日の第4節で初出場初得点を記録。その後エクアドル代表として彼が出場した。 ブラジル代表戦での活躍によって3月29日にモンテレイが買い取り2011年12月までの契約を締結した2013年に CF パチューカに移籍した2015年7月15日に契約解除7月26日にドラドスでシナロアにマルコスカイセドセグンドカスティージョクリスティアンスアレスと共に加入月日に モンテレーに復帰した。2001年にエクアドル代表デビュー。翌年には22歳の若さで 2002FIFA ワールドカップのメンバーに招集された。しかし、2006FIFA ワールドカップの際はメンバーから漏れた。コパアメリカ2007には参加し、同杯に向けての練習試合となったコロンビア代表戦ではフリーキックを決めた。コパアメリカ2007ではメキシコ代表戦に、 途中出場、ブラジル代表戦で、スターティングメンバーとして出場した。2010FIFA ワールドカップ、南米予選では、ペルー代表を5-1で倒し、アルゼンチン代表から得点シから0で倒し、と、大きな貢献を見せた。2014FIFA ワールドカップ、南米予選では16試合すべてに出場。2014FIFA ワールドカップ本戦進出において、重要な役割を担った。 本戦でも3試合すべてに出場した。2015年3月31日に行われたアルゼンチン代表戦で代表100試合出場を達成。同年にはコパアメリカ2015に首相として臨んだが、開幕節のチリ代表戦で筋肉を痛めて離脱、ダニエル・アングロにとって変わられた。リーガ MX でのプレーが長く、メキシコに帰化したため、メキシコ国籍も保有している。 いとこのハイメアジョビもエクアドル代表のサッカー選手。モンテレーの一員として出場した FIFA フフクラブワールドカップ2012にて。ありがとうございます。